皆さんこんにちは、吉田です。今回はですね、スマートフォンを使った、撮影の仕方をね、教えたいと思います。っていうのは、マジックのように物が浮いているように見せる編集方法を今回はね、トライしていくと思います。もちろん使うのはこちらの iPhone なんですけども、今回撮影に使っているのはこちらの一眼レフで撮影をしています。ただこれはスマートフォンのカメラでも撮影できるので、皆さんぜひね、トライしてみてください。まず用意するものはこちらはね、S 字フック。それに釣り糸を巻きつけます。釣り糸は細いものでもいいですし、まあある程度太さがあっても加工でどうにかなるので、100均とかにね、売っているのでね、そちらで、ね、購入してください。で、あと、吊り下げたいものを用意します。今回は任天堂スイッチを使いますが、他にもね、マグカップとか、まあある程度のね、重さのものでもね、釣り糸が太ければね、対応できます。そしてね、この S 字フックと吊り下げたいものを結んで吊り下げます。で、このように吊り下げたら、今回は動画で撮影をしています。なので、この動画の一部分を切り取って使います。今回はこのシーンが良かったので、このシーンをスクリーンショットをして保存します。そしたら今回用意するアプリがこちらのレタッチというアプリになります。こちらのアプリを使ってアルバムから先ほどね、撮った写真を選んで加工していきます。で、今回使用するのが LINE 除去っていうので、ラインを消すこともできるんですけども、電柱とかのラインを消すにはいいんですけど、こういった細いものを消そうとすると、ちょっと歪んでしまったりとか、ちょっと加工っぽい風になってしまうので、今回はね、クイックリペアというものを使います。これをね、拡大していきます。で、このラインをね、なぞります。そうすると、このように消すことができます。で、この縁の部分はこの横に、縦じゃなくて横に消した方が、綺麗に消すことができます。はい、そしたらね、こちらの上の方も、消していきます。はい、こうするとね、物が浮いているように加工することができます。めちゃめちゃ簡単で、でもなんかすごいインパクトのある写真が撮れるので、ぜひね、皆さんね、トライしてみてください。それじゃあね、今日はね、こちらのね、スマートフォンのアプリを使った、写真のね、加工の方法をね、紹介しました。ぜひ皆さんね、トライしてみてください。この動画が良ければ、グッドボタン、高評価、よろしくお願いします。僕のチャンネルではこのようなね、ハウトゥー動画とか、あとは DIY、そして Vlog などを発信しています。よかったらね、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた皆さん会いましょう。さよなら。